これより緊急会見を行います。ミスターポッポ様よりご挨拶いただいた後、質問タイムといたします。よろしくお願いいたします。ノーチューバーのミスターポッポです。クロちゃんです。本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。今回お集まりいただいたのは、皆様に大変重要な発表があります。以前計画してましたプロジェクションマッピングライブですけど、再開催します。日時は10月9日土曜日19時から、雨の場合は次の日の10月10日日曜日同時刻となります。もう一度言います。開催は10月9日土曜日19時から、内容についてはですね、これからいろいろ質問があると思うんで、それに答える形で進めていきたいと思います。それでは質問タイムに移ります。チケットは新たに発券するのでしょうか。今手元に持っておられる方につきましては、そのチケットが有効となります。まだ100枚程度ですかね、余ってますので、そちらについては、随時配布していくという形を取ります。最寄りの知人とかにですね、言っていただければチケットはお渡しできるかと思います。当日の会場への飛び込みは可能でしょうか。基本的にですね、当日の飛び込みは不可となります。できません。というのもですね、今回のイベントに関しましては、対策としまして椅子を配置して1メートル間隔で配置して、そこに座っていただくという形を取ってますので、これがですね、椅子が結構遠くからトラックで何回か運ばないといけないという重労働になるんですけど、それを軽減するためにも、もうチケットがさばけた分だけ椅子を配置するという形を取りますので、これが仮にですね、配置した以上に人が当日飛び込みで来られますと、その人たちは会場に入った場合にですね、椅子がなくて、立って見るということになります。立って見るということは、そこに人だかりができたり、移動が多くなりますので、感染リスクが高まるということになりますので、椅子が配置している以上の人は、もう当日は入れませんので、ちょっとぐらいいいんじゃないっていうことはないと思います。はい、ですから、前日のですね、夜ぐらいまでに、言っていただけたら、椅子は準備できますので、それ以降は、もう入れない。飛び込みでは入れないということになります。はい。現在まん延防止は解除されていませんが、この時点での発表には何か訳があるのでしょうか。11月以降になりますと、気候もね、寒くなりますし、第6波がおそらくやってくるかと思ってますので、もうチャンスは10月しかありません。となると、まん延防止の解除を待った状態で、10月1日で発表となると、10月の開催に向けては、もう準備も、満足にできませんので、早めに発表して、解除になるだろうということで、今回、発表に踏み切りました。ですから10月にまん延が解除になった段階で、正式決定という認識で、お願いいただきたいと思います。仮にまん延防止が延期になった場合、今後の開催はあるのでしょうか。ありません。年内はありません。ですが、今ですね、子ども会でも来年とか3月で卒業という方も何人かいますので、その卒業する前までには必ず実施をしたいと思います。ですから、3月半ばぐらいかなと、年内ができなかった場合はですね、3月半ばぐらいかなと考えています。必ずやります。夏祭りを行うにあたり、感染対策はどのようにされますか。
最初に言っておきたいですけど、この夏祭りではありません。夏祭りはですね、出店があって、まあ、提灯が下がって、まあ、それはどうでもいいか。まあ、出店があるっていうのが、やっぱり夏祭りの醍醐味というか、ですから、今回は出店はありません。で、従来の夏祭りとは、また、形も違いますので、今回はプロジェクションマッピングライブということで、夏祭りではありませんよっていうことを最初から言っています。ですが、やっぱり夏祭りっていうワードがですね、ちょこちょこ出てきます。まあ、それに関しては私はちょっとあまりいい気持ちはしないんですよね。夏祭りじゃありませんから、これは誤解を招くワードでもあります。今の時期に夏祭りというと、この時期に夏祭りをやるんですか、ちょっと何考えてるんですかみたいなですね、ことを思われると、ちょっとね、おかしいですね。我々はそういうつもりでやってませんから。はい、ですから、夏祭りではないということをまず、しっかりと認識していただきたいと思います。質問ないですか。感染対策をどのように。感染対策はですね、以前から定めてますガイドラインに沿ってやっていきます。まあ、大きくはですね、まず入場の時に受付で検温と手の消毒、あと名簿のチェックを徹底して行います。次に、先ほど言いましたように、椅子を並べての、そこに座っていただくという形ですので、ソーシャルディスタンスを保つということをやっていきます。あと、やっぱりイベントですから、うろうろしたりとかですね、声を、大声を出したりとか、そういったことがあるかもしれませんので、その際は、運営側で注意をしていくということを徹底していきたいと思います。ウェブサイト、田代やぼでも再開催の案内がありますか。はい、ウェブサイトの田代やぼでも、今回の再開催については案内していきたいと思います。それでですね、今までちょっと止まってました、新聞の作成も今回行っています。これがですね、ノースポとラクスポのコラボ企画ということで、全2ページ。で、今回のイベントに関して、いろいろと、内容、いろいろと記載しておりますので、まあ、それを見ていただくことで、今回のイベントがより楽しめる内容になってますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。近日中にアップします。クロちゃんの質問です。あなたが一番愛している人は誰ですか。真剣に答えてください。はい、クロちゃんです。すみません、その質問は今日の記者会見と関係しているかどうか分からないんですけど、はい、メッチさんです。開催までに YouTube チャンネルでは何か特別な動きがありますか。YouTube チャンネルのやぼちゃんでは2つほど動きがあります。1つは今回のイベントに関するもので、プログラムの中に復活祭というオープニング映像を流すんですけど、その映像を前日の10月8日金曜日にの夜にアップします。まあ、通常ですとですね、当日やるものを事前に見せるということは絶対になかったんですが、今回は状況も変わってますので、先にそれを見ていただくことで、まあ、皆さんの期待感というかワクワクをちょっと煽りたいと考えています。あと一つはですね、以前 YouTube チャンネルでも、言いました替え歌ですね。今B'zの替え歌がどんどん上がってるんですけど、次の B'zの曲ギミアラブという、替え歌をですね、今作ってます。タイトルがですね、ネギマラブです。ネギマを愛する少年が何かを巻き起こすみたいな。いや、巻き起こしすぎですよ、これ。これがですね、田代ラップ2以来の、アニメーション CG で田代ラップ2はやったんですけど、映像を。それをもう超えるものになってまして、まあ、作っていくうちに、どんどんいろんなことが思いついてですね、もう今、収集がつかなくなっていると。なかなか別な世界に行ってしまうような感じの映像になってまして、
これがですね、もしかしたら10分超えるんじゃないかというぐらい、もともと3分の曲なんですよね。あとの7分が、まあ、説明はできないんですけどね、今は。あと7分が、曲よりも長いこの7分というのが、何なのかというのは、実際に見て、ああと思っていただければと思います。まあ、これの発表が10月の早ければ、まあ、うまくいけば10月の1日に、YouTube チャンネルで発表したいと思います。今ここでその歌を披露していただけますか？いや、それはちょっとご遠慮ください。聞かせてください。本日の会見を聞かせていただきます。歌いたいんでしょ？